ありますか？改善ポイントありますか？改善ポイント、こうポーズするやん、その時に、あ、次準備してるからこうして、で、こうなるほど、いいかな、綺麗にして、はい、ってな感じな。めっちゃいい感じ、めっちゃいい、めっちゃいいです。てかもうこの1回言っただけですぐ変わるのがほんまにやばいですね。成長すごい早いよね。なんかもう自信があるんで、うんうん、もうこの自信を本番にそのまま持ってってたら、もう強みですね。強みです、これは合格です。ありがとうございます。かわいすぎ、イエーイ。はい、なんかもう見てください、あの背中めっちゃ綺麗じゃないですか、はい、ちゃんと後ろ姿も意識してるし、なんかもうまあ若ちゃんはもう歩き慣れてると思うんですけど、本当に自信がいっぱいある、自信が溢れてるから、ポーズの間とかこの見せ方とか、自分のどういう見せ方とかがほんまに分かってるから、めっちゃ綺麗に見えるし、いいと思う。ありがとうございます。もうこれは一発合格。一発合格出ましたよ。一発合格いただいちゃいました。ミヤ先生から一発合格もらえちゃいました。ありがとうございます。いいえ、頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。頑張ります。
あともうちょっとです。やばいです、もう15分後やばい。ひろはちゃんは黒色のドレスを着てます。じゃーん。自分で選んだんですか？はい、そうです。今回はみんなね、赤と黒で色を統一させてるんですよね。そうなんです。この本番前も朝からね、ずっとスタジオとかで練習してて頑張ってて可愛かったです。ありがとうございます。こんにちは。はい、連れてきました。はい、わかです。赤色のドレス着てます。まあ、どうですか？練習とかしましたか？練習はたくさんしたんですけど、ちょっとドレスっていうのが初めて。難しいな、ポーズとか。マジで難しいし、マジで踏まないか心配だし。わかる。こけても大丈夫、やりきろう。動画とか見てな、練習してたな。えらい。練習したけど、ちょっとね、不安だらけだけど、まあ、全力で楽しみたいと思います。楽しましょう。はい。バイバーイ。バイバーイ。おったから人多いね。音だと息を合わせるタイミングが今回あるので、心を合わせて心一つに頑張りたいと思います。はい、頑張ります。2番目で見ててください。新メンバーの、お披露目なので、本当に堂々と頑張りたいと思います。緊張度マックスだけど、ちょっともう最後までやりきるしかないので、とりあえず自信持って頑張りたいと思います。Thank you.
若です。本当にメンバーになることが夢だったので、もう叶ってすごく嬉しいです。これからメンバーの皆さんと一緒にスイート16委員会を極めていったらいいなと思っています。そして先輩方みたいにキラキラ輝けるように頑張るので、皆さん見守っていてください。応援よろしくお願いします。